高木です。最近ね、結構その屋台シリーズって言ってて、屋台寿司、屋台串カツ、屋台おでんとかか、まあ、そんな言ってて、すごいああいうとこってワクワクするんよね。なんかそこでさ、屋台おでんとかやったらおでん出してもらって、お酒飲んでみたいなさ、もうサザエさんの世界やん。なんか日本の古き良き、まあ、文化というかね、ものだと思うんですけども、まあ、そちらの屋台シリーズ、今回行きたいのが、孤独の屋台、深夜2時、屋台焼肉に行ってみようと思います。いや、普通にいろいろ調べたよね。屋台シリーズ他に行くとしたら何あるやろなって。最近さ、何言ってるかな、動画で何言ってるかな、焼肉やってなって、これは屋台焼肉行くしかないと調べたら出てきたんですよね。大阪でブスターさんという結構割と最近できた店なんよ。若干いきなりかすってるぐらい、そんなガッツリではなかったわ。焼き肉屋例えたらちょっとチップぐらいちょっとかすったなみたいなそんな屋台焼肉コブスターさん、こちらなんとですね、こちらの3時までやってるらしいんで、本日は深夜の焼肉、屋台焼肉に行ってみたいと思います。では早速やっていきましょう。たっけ焼きショー、着いたぜ。でもやっぱ深夜ってね、ワクワクするっすよね。ちなみにもう近くに来てるんですけど、この工場卸売営業部か、なんかここの近くにあるみたいですね。なんか USJ とか南港の方を思い出すわ。こういう工場いっぱいあるんよな。ここら一帯が多分もう屋台なんよ。高架下の屋台ってなんかすごいいいな。あ、雰囲気超いいやん。こういう感じなんや。すげえ、でもこんな辺穴場やんな。見つけた見つけた、急に現れたな。本当に高架下なんや。ほんまやな、これが結構ワクワクせん。え、だってさ、これ入り口言うたらさ、こっちからしか来られへんわけやん。これ見つけるの割と困難じゃない？これ困難。こちらが屋台焼肉コブスターさんでございます。完全に野外なんやね。中の席と外の席があるみたい。いやー、これたまらんな、この時間に。ありがとうございます。なんか何が有名とかあるんですか、このお店は。スーパー神盛りっていうの、今日ホルモン盛りが、なるほど、一番おすすめさせていただいてます。へー、じゃあこっちのおすすめのスーパー赤身盛り、はいはい、飲み物どうしようかな。カシオレで。ゆかり飲んでたくない。どうぞ。なんかさ、やっぱこんな時間やからさ、他の店閉まってるんだね。満足もないじゃん。だよな。あと何やろ、ここなんか施設だよね。本当にひっそりと奥の方で、しかも深夜の3時までやってるってさ、ちょっとな、こうバーベキューの感じもするんよな。あー、確かに。こうなんか外でこう食べれるやんか。だってこれさ、お店の雰囲気っぽいやん、この円柱とかさこれからもなんかお店が作ったんかなみたいなさ。これあれやな、ハイボールとか入ってるやつのキンキンに冷やしてくれるやつやんな。カシスオレンジをバカキンキンに冷やしてくれてる。お菓子と小皿と、はい、本日のつけだれです。ちょっとキッケに似てるっすね。僕ですか。知ってる。仲間や。あ、めっちゃ知ってるやん。もしかして昔から結構。あ、似てます、ね、マジっすか。どういうなんか動画見てくれてるとか。西成のお焼きとか。はいはいはい、めっちゃ最近のやつや。ありがとう、切って。なんか子供の時とかってさ、大人がさ、もう子供は早く寝なさいみたいな感じのことなんか言いがちやんか。で、そんな早く寝かして何してんのみたいな思ってたやん。ここ来てたやん。大人は今ってさ、 YouTube やからさ、子供も見れるやんか、まあ、もしかしたら中学生とかも見てるかもしれない。小中学生とかも。こういうことや、大人は寝た後にな、こういうとこ行ってんね。じゃあいただきます。あー、え、うまっ。うん、めっちゃうまい。どうしたん。レモンサワーって感じだ。たまにあるやんな、タコやのにイカって。あ、知ってる。うわー、ええ匂いしてきた。腹減ってきたわ。あー、酒が進むぜ。焼肉来る前にこの雰囲気でなんかつまみなんも。でもこれもう外で飲めんのギリやろな。もう10月のもう下旬とかやろ。もう言うてる間にもう寒くなってくるもんな。もう今のはちょっと寒いやろ。そうやね、ちょっとひんやりしてる。ひんやりしてるよ。うわ、すっごい、めちゃくちゃうまそうやん。え、めちゃくちゃうまそうじゃない。めちゃくちゃうまそう。
これこんな夜中に食っていいの？確かに。ちょっと待って、思ってる失礼な話かもしれんけど、やっぱ屋台やんか、なんかもうドーンみたいなイメージあったんよ。強より量みたいな、強より量みたいな。すごい、何これ。想像してた10倍なんかおしゃれ。これが今一番おすすめのセットらしくて、スーパー赤身盛り2980円。おお、2キロ前ね。マジでうまそうやん。めちゃくちゃおいしそう。マジでうまそうなやつやん。あ、10は言わんねんな。早いんちゃう、まだ。この鉄板もちょっと変わった形してるやんな。そうなんだよ。自分が想像してるなんか汚い焼肉屋で汚い鉄板っていうイメージがさ、めちゃくちゃ悪いイメージ持ってこってきてたもんな。いや、そういうのがでも好きなんよ。逆に美味しいやん、そっちの方が。めちゃめちゃ分厚ない、こういうのもさ、超霜降ってるし。めっちゃうまそうやん。しかもなんかタレもね、ちょっと普通の焼肉さんと違う、なんかちょっとごま入ってる感じのごまだれみたいな。うん、硬化したいから響いたな。あのね、見てもらったら分かるように結構言いにくなんよな。だから量的にいっぱい食べたらちょっとしつこくなっちゃうかなっていうぐらいの脂の多さ、良くも悪くもやけどっていうのを想像させるかのようなさっぱりしたタレ、めちゃくちゃ合ってるわ。これが羽下やったっけ。羽下、これを乗っけて、なんかわさびも乗っけるって。うわー、すごいな。ちょっとこのこっちのタレのネギも乗せましょう。いただきます。これはうまいわ。今度やっていっちゃうよ。うわ、すき焼きみたいなお肉やな、これ。うわー、すごっ。今縮こまっていったの見えた。でもなんか屋台っていうのもあるけど、なんかおしゃれなバーベキューっていうイメージもあるから。あ、確かにそれはある。向こうなんか建物かなんかや、施設かなんかやんか。警備員さんが巡回してるんやな。ジオン病院で似たようなことやってたからさ、ちょ警備してたから。なんか深夜にそういうの見たらちょっと思い出すよな。19時から朝の8時半までという過酷労働、13時間半やったもんな。その後 YouTube 活動。見よったらさ、あの頃なんかさ、今に比べたらそんな稼ぐとかじゃないやん。まあ、前も多分動画で言った、最近言ったと思うけど、一番初めてもらった時が6万。あ、そうなんや。6万っていうのは覚えてるわ。バカテンション上がったけどな。6万もらえるみたいな。動画撮って出しただけで。今はん？今も6万。変わらず。じゃあいただきます。2回目。これネギに巻いて食べたら美味しいみたいな、辛ネギみたいなのあるよね。これを上乗っけると、じゃあ韓国風の焼肉になるみたいなんですよね。いただきます。うわー、うまいうまい。まあ、基本的にあっさりしてるんで、ここ辛ネギとかポン酢だれみたいなやつとかわさびとか、やっぱりこういう時間あーあんのかな、せめてもの。でももう深夜の焼き肉食ってる人一緒やから、デザートとかないから。別にこれだったっけ、チーズインハラミみたいな。あ、そうそうそう、右下にあるやつ。あ、見える見える。チーズがインしてる。うん、チーズがインしとる。これ焼いたら溶けてくんのかな。これちょっとね、オレンジっぽい色のやつがこれチーズなんだよね。わかるかな。あー、わかるわかる。これがチーズ、これがちょっとずつ溶けてくる。うわ、めっちゃいい匂いするな。なあ、すごい。うわ、あ、チーズ出てきてるもん、ほら。チーズ出てきてるのわかる。やばいやばい、早く引き上げよう。いただきます。チーズタッカルビってさ、チーズがあって、で手前にこう鶏かなんか肉かなんかあるやんか。あ、肉をこうつけるやんか、一人二役。お、一人チーズタッカルビ、これを食うだけであの味が再現されてる。もう一人で悟空ご飯5点やってるようなもんか。野沢雅子や。野沢雅子や。あとバーダックもやってるから。こんなええ肉でもちょっと焼き目強い方が好きやわな、やっぱ。ほんま強いんよな。焼肉の焼き具合はレア、ミディアム、ウェルダン、シゲル、マスザキ。真っ黒。自分はやっぱシゲルかな。ハラミいただきます。うまっ。わさびをつけていただきます。やばいか、やばい。
ごちそうさまでした。ちょっともう腹いっぱいやわ。やっぱ新薬って、きついね。ありがとうございます。いや、マジうまかったっす。あ、ありがとうございます。なんでこのフォーカス店を建てようと思った。いや、ちょっと南の方で探しとって、あんまりなかったんで、もうこう決めたみたいな。めっちゃ雰囲気いいなと思って。むしろ、はい、また遊びに行きます。すいません、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとう。来てありがとうございました。ある意味仲間食堂や。Yeah.